私は義母や義妹のマナの嫌味、暴言に耐えかね、5年間の結婚生活を終わらせようと決意した。しかし、和樹とマナに鼻で笑われる。俺のおかげでこれまで生活できたんだぞ。今度は年金生活の父親に養ってもらうの？うちと違ってどうせ貧乏でしょ。私は聞き流し、母に迎えを頼み、荷物を段ボールに詰めた。ギフと和樹の嘲笑が背中に刺さる。使えない家政婦だったな。寄生虫はとっととうっせろ。土間で靴を履いていると、近所の住民が雑貨屋に血相を変えて駆け込んできた。ねえ、黒のベンツが17台も並んでこちらに走ってきたわよ。そんで1台目からハリウッド女優が降りてきた。は？義母が戸口まで行きかけ、すぐに後ずさりする。あやこ、迎えに来たわよ。私を家政婦みたいに使い、子守を押し付けてきた義家族たち。いつまでもおとなしくしてると思ったら大間違いよ。これまでのツケをしっかり払わせてやるわ。私は綾子、3歳年上の和樹と結婚して5年目を迎える主婦だ。和樹とは知人同士の飲み会で出会った。マンションのベランダで花を育てているの。そう話したら、斜め前に座った和樹が反応したのだ。オレンジは観葉植物でいっぱいだよ。百均のとかネットで取り寄せたのとかいろいろある。どんな植物を育てているかで盛り上がり、別れる頃には意気投合。結婚を前提として交際することになったのだ。1年付き合った後にプロポーズされる。しかし夕食の席で思わぬ話を持ちかけられた。結婚したら実家で同居してほしいと言われてるんだ。長男だから雑貨屋を継いでくれって。え？雑貨屋をやっているのも同居話も初耳である。和樹の実家は地方にある。同居するなら私は仕事を辞めなければならない。和樹、仕事は？上司に相談したら地方支所の人手が足りないからちょうどいいって。返事に迷う私の手を握り、私の目を見つめながら和樹が言った。俺が継ぐと言っても父さんと母さんのサポートをする感じだよ。週末や祝日に店番をする感じかな。ただ田舎だから近所の顔見知りがお客だろ。母さんの顔を立てるという意味で綾子にも手伝ってほしいんだよね。私は東京のマンション育ちなので田舎の近所付き合いには疎い。しかしなんとなくわかる気がした。わかった。私も和樹の故郷に馴染めるよう努力するね。ありがとう。さすが理解が早いな。その後、東京観光ついでに出てきた義両親や和樹の妹マナともレストランで会ったが、気さくで明るくいい人たちだった。子供の頃に両親の離婚を経験した私は、賑やかな家庭に憧れていたので、義両親との同居も案外楽しいかもとのんきに考えていたのだ。入籍後に仕事を辞め、私たちは和樹の故郷へ引っ越した。この時点では地獄の日々が待ち受けているとは予想もつかなかったのである。じゃあ綾子さん、郷土旅行に行ってくるわ。3日間店番よろしくね。行ってらっしゃい。足取りを弾ませ玄関を出ていく義母を冷めた目で見送り、私は土間から店頭へと戻った。3日どころか明日も来月も1年後もずっと私に店番をさせるつもりだろうに。雑貨屋というのは今時のおしゃれな雑貨店ではなく、いわゆる何でも屋だ。文房具、工具に鍋などのキッチン雑貨、駄菓子に日用品まで、生鮮食品以外のものが一通り置いてある。ショッピングモールやドラッグストアまで車でもかなり距離があるので、こういう店が一軒あると重宝するみたいだ。
同居を始めた初日の夕食時、義母に言われたセリフに固まった。ああ、これからは彩子さんに店番頼んでいつでも遊びに行けるわ。彩子さん、早速明日から店番頼むわね。正月とお盆以外の360日。え、360日？思わず聞き返した私に腕組みのポーズでうなずく義父。年始の2日間とお盆の3日間は店を閉めるんだよ。正月は親戚と飲むし、お盆は墓参りで忙しいだろ。でもそれ以外は店を開けんとな。地元に必要とされてるんだから。そうですか。手伝い程度と聞いていたのに話が違う。そう和樹に目で訴えると、和樹は力強く言ったのだ。父さんも母さんもこれからは彩子に任せてのんびりしなよ。家事も全部やらせればいい。会社を辞めて暇なんだからさ。ええ、そのための嫁ですからね。農家をやってるお家に比べたら随分楽よ。店番といっても座ってるだけだし、遊んでるようなものだわ。騙されたという気持ちになった。和樹はおそらく最初からそのつもりだったのだ。もちろん農家に嫁げば農作物の収穫に追われたり、農機具の運転をしなければならないなど別の大変さがあっただろう。しかし360日、いや、親戚が集まる正月も含めると年中無休こき使われるのは耐え難いものがあった。案の定、正月は和樹の親戚にお酌をしたり、おつまみを作ったり、洗い物をしたりと座る暇もなく動かされた。お盆も相手が義両親に変わっただけ。そして家事をやらされるのはともかく、一番納得がいかないのは店番に対して給料が払われない点だった。そう、私は毎日ただ働きをさせられたのである。結婚後3ヶ月を過ぎても給料をもらえる気配がなかったので、仕事から帰宅した和樹に尋ねてみた。しかし面倒そうにあしらわれたのだ。知らねえよ、母さんに聞いたら。そこで今でテレビを見ている義母に遠慮がちに話しかけた。あの、店番のお給料っていついただけるんですか？すると義母は忌々しそうに言い放った。あんたレジの前で座っているだけでしょ。お客も少ないし、それでお金をもらおうだなんて、真面目に働いている人たちに対して恥ずかしいと思わないの？一応レジの生産や商品の発注業務も毎日行っているのだが。でも無給だと私はパン一つ自分で買えませんよ。食費や日用品費も義母が管理しているのだ。おずおずと訴えたが、すぐに却下される。和樹に頼めばいいでしょ。あんたを養うために働いてるんでしょうが。頭ごなしに言われるとカチンとくるが、波風を立てたくない私はいつも反論できずにいる。確かに日々の集客数はほんのわずかだ。結婚直後は和樹が東京から美人嫁を連れ帰ったと評判になり、近所の年配客や岐阜の飲み友達が列をなしたが、一月もすれば収まった。今は昼間の来客数はほぼゼロ。夕方に小中学生が駄菓子や文房具を買いに来る程度である。はっきり言えば暇だ。だから売り上げは少なそうだが、小遣い稼ぎになれば十分なのだろう。なんせ義実家はここらの大地主。マンションやアパートの委託管理も行っており、一定の収入が入ってくるらしい。体力を使わないのはいいけど、無駄に時間を過ごしているという感覚がとにかくつらい。今と店はつながっており、ガラス戸で仕切られている。店の戸が開くとチャイムが鳴るので、それを聞いてから店頭に向かっても十分だと思う。しかし店番初日にそう提案したら、義母が目をつり上げて怒った。戸を開けた瞬間、お客さんと目が合う状態にしときなさいよ。
怠けてると思われるでしょ。じゃあレジ台の下で本でも読んで時間を潰しますね。はあ、バカなの？ヒステリックに叫び、私を睨んでネチネチと嫌味を浴びせた。そんなの許されると思ってるの？本来なら朝から晩まで立ってろと言いたいの。座る許可を出してるんですからね。お客さんが来るのを念じながら戸口をずっと見てらっしゃい。はい。こうして私は毎朝5時起きで家事を終わらせ、8時から20時まで無給での店番を強制された。家事にはもちろん義両親の昼食作りも含まれている。日中テレビの音や義両親の笑い声が聞こえてくると胸がモヤモヤしてしまう。私はどんなに体調が悪くても家事を誰にも代わってもらえず、笑顔での接客を強要される。それが嫁の仕事だからと。店番が終わり家に戻ったら、ポツンとキッチンの隅に腰掛けて夕食をとり、たまった食器を洗う。その後は義父のお酌やおつまみ作り、義母にお茶を入れる、義母の愚痴を聞くなどの対応に追われるのだ。義両親が寝る22時を迎えたらやっと入浴を許されるので、風呂に入り風呂掃除を行う。寝る前に本でも読みたいが、いつもクタクタに疲れているので本を開いたまま寝落ちしてしまうのだった。こんな具合で私には自由に過ごせる時間が皆無だ。実はこっそり携帯を店に持ち込み小説を読んでみたこともある。ところがふらりとやってきた義妹のマナに見つかり、義母に告げ口されたのだ。私にとっては義家族の誰よりもマナの存在が厄介だった。彼女は店番が終わった20時以降、一息ついたところに子連れでふらりと義実家を訪れ、私に子守を頼んで遊びに出かけるのだ。2歳年下のマナは10年前に離婚し、正社員で働きながら4歳の男の子を育てるシングルマザーだ。毎日忙しく過ごしているのは理解できるが、ほぼ毎週私に子供の世話を焼かせるのはどうかと思う。それを義母にやんわりと伝えたら、猛烈な勢いで怒られた。マナは一人で頑張ってるのよ。あんたは毎日暇を持て余してるんだから、少しは子育てに協力しなさい。家族でしょ。子供がいないから母親業を体験させてあげてるんじゃないの。もっと感謝してほしいくらいだわ。厚かましいマナに苛立ちを覚える。4歳なんて自我が出てきて大変な時期だ。その上やんちゃで体力も有り余っている。ご飯を食べさせたりお風呂に入れたり、決まった時間に寝かしつけるだけでこちらはヘトヘトになるのだ。他人の子だから叱る時も遊ぶ時もかなり神経を使う。マナの子供たちは何も悪くないと分かっているが、ダダをこねられると苛立ちが募る。夜、子供の寝顔を見ながら自己嫌悪に陥る始末。だから母親業を体験させてあげてるなどと恩着せがましく言われると無性に腹が立つのだ。私だって本当は子供を望んでいた。でも結婚直後から仕事で疲れているのを理由に和樹に夫婦生活を拒まれている。子供はまだと義両親に聞かれるたび気持ちが塞ぐのだ。結婚して間もない頃から私にそっけない態度をとる和樹が不思議でならなかった。なぜかというと、私の両親は離婚しても仲がいいからだ。互いの仕事が忙しすぎて気持ちがすれ違うというのが離婚理由だったので、今でもアメリカ在住の母が仕事で帰国した際、会社員の父と3人で食事や買い物に出かける。その際、結婚生活がうまくいっているかどうか尋ねられるのだが、両親に心配をかけるのが嫌で真実を打ち明けられずにいた。ある日、母から劇のチケットをもらった。私の大好きな俳優さんが来月地方公演でこちらに来るのだ。
ゆりえさん、あやこがファンだってよく覚えてたな。当たり前でしょ。離れて暮らしてても母親よ。胸を張る母。私はデザートを食べる手を止め、チケットを両手で受け取った。落選したから諦めてたの。ありがとう。お母さんが帰国中にやってくれて嬉しいな。日本での仕事中に見る時間があってよかったわ。劇場の近くに美味しいお寿司屋さんがあるの。終わった後でご飯食べましょ。いいな。出張がなければ同行したのに。感激の後、食事も取ると半日潰れる。義母にどうやって許しをもらおうかという不安が脳裏をよぎったが、顔に出さないよう気をつけ、母に笑みを返したのだった。帰宅するとマナがいた。珍しく義両親や子供と食卓を囲んでいる。親と外食なんていいご身分だね。明日は約束通り庭の草抜きだよ。はい。おとなしくうなずき、和樹や義父が使った食器を洗っていると、マナと義母の会話が聞こえてきた。ママ、私が入りたかった大手劇団の地方公演が来月あるんだよ。あんた自分の劇団の看板女優だろ。卑屈になる必要ないさ。義母に慰められてもマナは納得がいかない様子だ。そうじゃなくて、すごく見たかったのよ。応募したけど外れちゃって。ああ悔しいな。ため息をついた後、こちらに向かって声を張り上げた。あやこさん、コップが空よ。タイミング見計らってチューハイ持ってきて。気が利かないんだから。私は洗い物を中断し、外出前に作っておいたおつまみと缶チューハイを冷蔵庫から出して食卓に運んだのだった。一月後、感激に出かける日、境内の草むしりと排水口の掃除当番を代わると申し出たら、義母に店番を代わってもらえた。独身時代に買ったお気に入りのワンピースに寝室で着替えてから、チケットを隠したチェストの引き出しをそっと開け、重ねたセーターを持ち上げる。あれ？ワクワクした気持ちから一転、血の気が引いた。確かにここに入れておいたはずなのに、チケット用のケースごと消えている。パジャマや服をすべて出し、引き出しをひっくり返したが、やはり見つからない。公演の時刻が刻々と近づいている。震える手で携帯を出し、母に連絡した。お母さん、どうしよう、チケットなくしちゃった。お母さんと一緒に見るの、あんなに楽しみにしていたのに。涙目になって話すと、母がうろたえた様子で返した。あやこ、昔からそそっかしいんだから。おかしいのよ、間違いなくしまっておいたの。焦る私に申し訳なさそうに母が言う。手元にあったチケット、後輩たちにあげちゃったのよ。そうだよね。絶望的な気分に陥ったが、母を困らせるわけにはいかない。無理して明るい声を作った。いいよ、大丈夫、また次の機会があるわ。ごめんね、あまりがないか聞いてみるけど、期待しないで。わかった、見た感想を教えてね。その場に座り込んだまま動けずにいると、背後で声がした。チケットなくしたの？かわいそうに。なんてね。驚いて振り返ると、昨夜から泊まりに来ていたマナがニタニタしながらこちらを見つめている。チケットならすでに廃よ。え？ふと脳裏に今朝の光景が蘇った。味噌汁に入れようと畑にナスを取りに行った際、庭の隅で義母が刈った草などを燃やしていたのだ。まさかあそこに入れたの？マナを睨み、震えながら問うと、唇を歪め、意地の悪い笑みを顔中に広げた。私が落選したのに、あんただけ行けるなんておかしいでしょ？
チケット持ってるってなんでわかったの？腹立ち紛れに聞くと、マナは楽しげに答える。あんたがウキウキしてるから隠し事をしてると思って。お兄ちゃんがチェストの引き出しを漁ったので、私に教えてくれたわけ。私はきっとマナを睨み、怒りをぶつけた。普段あなたたちの命令通り家事と店番子守もやってるのよ。たまの外出くらいいいでしょ。すると騒ぎを聞きつけた岐阜や和樹が階段を上がってくる。はあ？嫁なのに出かけたいとか生意気よ。働きもしない寄生虫のくせに。そうだぞ、誰のおかげで生活できてるんだ、母親に捨てられた貧乏人が。ひどい言葉に衝撃を受け黙り込む私の前で、岐阜が和樹に質問する。おい和樹、なんでこんなのを嫁にしたんだ。子供も産めん役立たずだろう。すると和樹がいやらしい笑みを広げた。そりゃあ顔だよ、あと出身。東京から来た嫁を店番にすれば客寄せになるだろう。実際こいつ目当てのおっさんが増えたし。ああっと岐阜が手を打つ。そこそこ美人だからな、マナには劣るけど。だろう。しかし嫁の顔どこかで見た覚えがあるんだよな。誰かに似てる気がする。誰だっけな。考え込む岐阜にマナがかぶせるように言う。看板犬みたいなもんね。給料を要求するなんてずうずうしいのよ。たまにはいい餌やらなきゃな、ビーフジャーキーとか。大笑いする三人に惨めでたまらなくなり、涙がこぼれた。もういい、うんざりだ。いつか和樹が昔みたいに優しくしてくれるかもと淡い期待を抱いていたが、この調子では無駄だろう。離婚してください。一瞬目を見張った和樹はすぐに冷たい笑みを浮かべた。いいぜ、でもお前、俺のおかげでこれまで生活できたんだぞ。今度は年金生活の父親に養ってもらうの？うちと違ってどうせ貧乏でしょ。マナもクスクスと笑う。私は聞き流し、前にサインしておいた離婚届を本棚から取り出すと和樹に突きつけた。はい、サインと捺印の上役所に出してきて。もう少し面倒そうな素振りを見せたが、おとなしく車で離婚届を出しに行った和樹。その間に私は携帯で母の留守電に連絡した。お母さん、舞台が終わったら迎えに来てくれる？あとおすすめのウィークリーマンションがあれば教えてほしいな。電話を切り引っ越しの準備を開始する。とはいえパン一つ買うにも和樹の許可がいる状態だったので、荷物といっても独身時代に購入したくたびれた服とわずかな化粧品くらいだ。しばらくして帰ってきた和樹に離婚受理証明を見せられ、安堵の息をついた。やっとこの家ともお別れだ。段ボールを抱え狭い階段を降りる私の背中に岐阜と和樹が嘲笑を浴びせる。使えない家政婦だったな、寄生虫はとっととうせろ。土間で靴を履いていると、近所の住民が血相を変えて店に駆け込む様子がガラス戸越しに見えた。ねえ、黒のベンツが17台も並んでこちらに走ってきたわよ。そんで1台目からハリウッド女優が降りてきた。は？義母が戸口まで行きかけ、すぐに戸惑いを浮かべて後ずさりする。いらっしゃい。あや子、迎えに来たわよ。はい。玄関の引き戸を開け私が顔を出すと、母はパッと笑顔になった。お迎えは公演終わってからでいいって言ったのに。夜の公演のチケットが2人分あったからそちらに行きましょ。ところで荷物は？私は土間の奥を手で示す。
え？ダンボール2つだけ？うん。5年間ただ働きの上、小遣いもなしだったもん。呆れをにじませた母はため息をつき、後ろを振り返った。車に運ぶように伝えてちょうだい。かしこまりました。黒塗りベンツを背に控えていた初老の男性が車内に向かって何かを告げると、いかつい男性が車から降りてきた。段ボール2つを軽々と担ぎ、車のトランクルームに入れて再び車内に戻る。さっき電話で聞いた以上にひどい生活だったのね。いろいろ用意して正解だったわ。にしても目立ちすぎ、恥ずかしいよ。もじもじする私をなだめる母。引っ越しの段ボール10個はあると思ったんだもの。あと新居を整えるのに執事とお手伝いさんたちを貸すわ。私、引っ越し先が決まるまでワンルームマンションを借りるつもりだったのに。口を尖らせる私に母が首を横に振る。私が昔住んでた家空いてるんだもの、使えばいいでしょ。東京のど真ん中、5LDK のお屋敷とか持て余しちゃうよ。掃除が大変だわ。いいじゃない、たまには。私と母の会話を、義母と近所の住民は目を丸くして聞いている。特に私を貧乏人とバカにしていた義母は、口まであんぐりと開け、バカみたいな顔つきだ。そこへ騒ぎを聞きつけたマナが2階からやってきた。何なの？うるさいんだけど。母と目が合い、マナが硬直する。え？ハリウッド女優の村瀬ゆりえ？どうして？撮影の予定とかなかったでしょ？後ろから来た和樹と岐阜も目を丸くした。そういえば日本に帰国中だっけ？元付き人が舞台監督になり地方公演するから公演を見に行くらしいってネットで見たけど。私と母の顔を交互に眺めた義父が大声を出す。わかったぞ、嫁の顔、若い頃の村瀬ゆりえにそっくりなんだ。ああ、自己紹介がまだだったわ。私の肩を抱き寄せた母が困惑気味の住民や義家族を見渡し優雅に微笑む。はじめまして、彩子の母です。絶句する一同。母は義家族から私に視線を移し、明るい声で言った。じゃあ行きましょうか、あやこ。この後プライベートヘリで東京まで飛ぶけど、大丈夫よね？久しぶりだから酔いそうよ。では皆さん、ごきげんよう。あっけに取られる義家族に会釈し、私は母と並んでベンツの後部座席に乗った。静かに走り出す車の窓から古びた雑貨屋が見る間に後ろへ流れていく。やがて街を抜けた途端、心がすっきりと軽くなるのを感じた。私を家政婦みたいに使い、子守を押し付けてきた義家族たち。私がいつまでもおとなしくしてると思ったら大間違いよ。これまでのツケをしっかり払わせてやるわ。義実家を出て以来、私の携帯は鳴りっぱなしだ。電話を無視していたら、今度は和樹と義母からメッセージ攻撃。内容はお母さんのつてを頼りにマナを有名監督に紹介してくれというお願いである。だから義家族に母の職業を内緒にしておいたのだ。鬱陶しいので番号を変え、和樹の方から連絡を取れないようにした状態で、母が用意してくれた新居を少しずつ整えた。そして2週間後、引っ越し祝いという名目で義家族一家を家に招いたのである。さあ、復讐の始まりだ。母の運転手付きの黒塗りベンツで我が家にやってきた義家族は、あれだけ威張り散らしていたのに、今は頬を引きつらせ玄関ホールに立ち尽くしている。マナはブランド物のワンピースを着ており、義父と和樹は真新しいジャケット姿。義母に至っては一長羅の訪問着だが着慣れておらず、
ロボットめいた動きだ。ママ、ここって村瀬ゆりえが育ったお家よね。前に雑誌で見たわ。さあ、私にはわからないよ。しかし芸能人の家ってのはみんなこんなに広いもんかね。二人がそんな会話をしていると、階段のあるエントランスから母が優雅に降りてきた。本日はお招きいただき、誠に。挨拶で舌を噛みそうな和樹に、母がふんわりした笑みを返す。遠路はるばる、ようこそお越しくださいました。さ、二階へどうぞ。私が母の後から階段を上がると、義家族も周囲をキョロキョロしながら後ろについてくる。すげえ、吹き抜けにシャンデリアがある。母さんと海外旅行で泊まったホテルより豪華だぞ。ボソボソとした声が背中越しに聞こえた。やがて到着した広間に、義家族は簡単の声を上げた。純白のダイニングテーブルに私たちが用意したのはアフタヌーンティーのセットだ。どうぞお召し上がりくださいな。すると義母が緊張しながら手土産を渡した。これつまらないものですが。微笑みをたたえたまま義母が突っぱねる。つまらないものを渡されても扱いに困りますわ。どうぞそちらで処分なさって。顔をこわばらせた義母は和樹を見やり、顎で指図をした。和樹が進み出て母に頭を下げる。すみませんでした。そのまさか彩子さんがゆりえさんの娘さんとは存じず、失礼な真似をしてしまいました。あら、私は関係ないでしょ。謝る相手を間違えているわ。ピシャリと言った母が和樹に鋭い眼差しを向けた。我慢強い彩子は結婚生活がどんなに辛くても私に愚痴をこぼさず耐えてきた。元気がない様子を心配しつつも私も深くは聞かなかったわ。眉を潜め声を落とす母。でも先日彩子に電話をかけた際、電話を切り忘れた携帯を通してあなたたちの暴言が聞こえたの。母親として聞くに耐えなかったわ。母が握った拳を震わせた。彩子がこちらに来た後、慰謝料を請求する証拠として録音したあなたたちとのやりとりも聞かせてもらった。ひどすぎて涙が出たわよ。苛立ちとやりきれなさが母の声ににじむ。こんな状態と知っていればもっと早く離婚させていたのに。ごめんお母さん、心配かけたくなかったのよ。母の背をさすってなだめ、私は息をついた。だってね、まさか結婚当初から私をいびって追い出そうとしてるなんて思わないじゃない。ぎょっと目を向く和樹。そんなつもりは。元カノとできてたんなら私との子供もいらないはずだわ。私が携帯の再生スイッチを押すと甲高い女の声が流れてきた。和樹がひっと息をのむ。ねえ、嫁をいつ追い出してくれるの？これじゃ結婚できないでしょ。ごめんよ、あいつ働き者だからなかなか追い出しづらくてさ。不服そうな浮気相手を和樹が懸命になだめる。美人の妻だから本当はそばに置いときたいんじゃないの？もう5年も待ってるのよ。怒りを爆発させる浮気相手。するとそこで義父が首をかしげた。俺の彼女とよく似た声だな。お前の相手、高校の時の元カノと違うよな。え？互いの顔を見合わせた義父と和樹に義母が疑いの目を向ける。お父さん、やっぱりホステスと浮気してたのね。親父の相手、俺の元カノだって嘘だろ。いや、まさかな。弱々しく笑い頭をかく義父。私はメイドに入れてもらった紅茶を味わい、テーブルに用意した封筒から無言で書類と写真を出した。
和樹とショートヘアの女性が腕を組んでホテルに入っていく写真、そして岐阜の車から降りる際にキスをする写真だ。さらに同様の証拠写真が山ほどある。それらを一枚ずつ机に並べていくと、義母は徐々に般若のような顔に進化していった。さすがお母さん、お父さんが浮気してるの知ってたんですね。でも和樹と共有してるとは知らなかったでしょ。いやー、びっくりだわ。乾いた笑い声を立てる私に岐阜は気まずそうな面持ちになり、和樹は怒りで顔を真っ赤にしている。怒気を発する和樹に岐阜は焦って言い訳した。まさかお前があの子と浮気してるなんて知らなかったんだ。普通息子の元カノと関係持ったりしないだろう。ふざけんなよ。激高し岐阜につかみかかる和樹。すると義母が二人を引き剥がし岐阜に罵声を浴びせた。結婚して50年、こんな裏切りに遭うとはね。雑貨屋も手伝ってきたのにさ、あんたを信じた私がバカだったよ。さすが親子、女性の好みも同じだなんて面白いわ。面白がる母の横で私は澄ました表情を作り義母に話しかける。あら、お母さんがそれをおっしゃるんですか。何よ、文句ある。いえね、お母さんのことも調べたんですよ。そうしたらびっくり。和樹と義父を一別した後、くすっと笑い義母に視線を戻した。お母さん、ギャンブルで貯金を使い込んだ挙句借金抱えてますよね。その場の空気が凍りつく。なんだって。和樹が低い声で言った。だってしょうがないのよ。嫁に家事と店を任せたら急に暇になったんだもん。パチンコと競馬で大勝ちしたから面白くてついのめり込んじゃったの。声が尻すぼみになり背を丸めてうなだれる義母。このまま行けば駅前のマンションやアパートの土地も全部借金の方に取られそうですね。ああ大変。和樹のクレジットカード内緒で使って旅行用の服とか買ってたみたいだし、私は関係ないからどうでもいいけど。私の言葉に和樹と義父が青ざめる。まずいぞ、あいつにうちの土地を分けてやると遺言状まで書いたのに。あ、俺もいつか俺と結婚したら土地を受け継ぐから楽しみにしてろと話したんだ。あんたたち、私を差し置いて愛人にやると約束したのか。最低だね。揉める家族を黙って眺めていたマナ、急に立ち上がり私のところへやってくると、こびるような口調で語りかけた。私が彩子さんに厳しく当たったのは田舎の嫁としての心得を教えてたのよ。子供がいなくてかわいそうだからうちの子のお世話をさせてあげてたし。他の家族と自分は関係ない、だから演劇関係者に自分を売り込みたい、そんな思惑が透けて見える。しかしそれを切り捨てたのは母だった。私が挙げた舞台のチケット燃やしたのはマナさんよね。マナは頬を引きつらせ考えを巡らせてから母に土下座した。あれはごめんなさい、私あの劇団に入りたかったのに叶わなかったし、チケットも取れなかったから悔しくてつい意地悪しました。額を床にこすりつけ申し訳なさそうな声を出す。すると母は急に微笑みを浮かべ尋ねた。彩子から聞いたわよ、看板女優ですって。私は背筋が寒くなった。この笑い方は激怒した時の表情だ。話しぶりは穏やかでいかにも優しげだから恐ろしい。それを知らずにマナは頬を緩める。はい、そうなんです。ユリエさんの足元にも及ばないけれど、これまで懸命に頑張ってきました。そうみたいね。本棚から手紙を持ち出した母が笑顔のままマナに手渡した。キョトンとするマナににこやかに告げる。劇団の監督の奥さん
私の友人なの。大根女優が長年夫の愛人だったと知り激怒してたわよ。バレたの？うっかり漏らしてからマナが慌てて口を塞ぐ。素早く手紙に目を通し、やれやれと言いたげに頭を振った。絶対奥さんにバレないと言ってたのに。は？監督と男女の関係だったのかい？主役を実力で勝ち取ったと自慢してたのに嘘だったのか。見損なったぞマナ。家族に責められたマナはムキになって反論する。うるさい、パパとお兄ちゃんには言われたくないわ。ぐっと詰まるギフト和樹。証拠も揃っているのでマナさんに慰謝料を300万請求するそうよ。内容証明郵便が後で届くと思うわ。がっくりと肩を落とすマナに、私は携帯で計算した数字を見せる。600万？何この数字。あなたたち一家が私と監督の奥さんに払う慰謝料よ。義家族が目を向いた。和樹には浮気の慰謝料200万、あなたたち家族には暴言や嫌がらせについての慰謝料を300万請求するわ。高すぎない？相場よ。淡々と答える。そしてマナさんが監督の奥さんに払う慰謝料300万。あら大変、慰謝料だけで800万にもなるんだ。頑張って払ってね。笑いながら私は教えてやった。払えなければ和樹の給料が差し押さえられると思うわよ。みんなして路頭に迷ったら大変だものね。私をしばらく睨んでいた義母がつぶやく。あんなことくらいで慰謝料？バカバカしい。義父も嘲笑を向ける。都会育ちの常識知らずの嫁をしつけてやっただけだ。だいたい母親が女優で金持ちなんだから慰謝料なんていらんだろう。そうよね。浮気の慰謝料はともかく、あんな嫌味くらいでお金を請求されるとかおかしいっての。やけになったのだろう。マナも開き直る。っていうかいいの？こうやって揉めたら記者に嗅ぎつけられて雑誌に書かれるわよ。村瀬ゆりえの娘、義家族と泥沼離婚って。にたりと笑ったマナに母は悠然とした微笑みを浮かべた。ああいうのは隠すから探られるのよ。あなたたちのやってきたことを全部教えたら、私や綾子が悪者にならないよう知り合いの記者がうまく書いてくれたわ。来月の発売日が楽しみね。義家族が一斉に顔面蒼白になる。今にも泣きそうな顔つきでガタガタ震える様子に、母は満足げな表情を浮かべ美しい所作で立ち上がった。ではそろそろお開きにしましょう。これからデパートで綾子と買い物なの。5年ほどろくな生活を送ってこなかったみたいだから、楽しい時間を取り戻さなきゃね。窓際で控えていた執事が扉を開け、陰銀な態度で義家族に言い放つ。どうぞお引き取りください。くそ、村瀬ゆりえにひどい扱いを受けたと雑誌にチクってやるからな。そうだ、親子揃ってろくでなしだと悪い評判を立ててやる。負け惜しみを叫ぶ和樹と義父。待って、マカロンとスコーン持って帰らなきゃ。すごく美味しい紅茶だから高級品に違いないわ。もったいないから全部飲んでやる。ありったけのお菓子をバッグに入れるマナと紅茶をガブ飲みする義母は、屈強なガードマンに追い立てられ、和樹や義父と共に家の外に放り出された。ブチブチ文句を言いながら、義実家のメンバーはタクシーを呼んで駅に向かい、新幹線で家へと帰ったのである。私と母の悪口を雑誌社に垂れ込むと息巻いていた和樹と義父だが、つてもなく何もできなかった。やがて一月後、発売された雑誌には私が義両親や和樹、マナに受けた暴言などがありのままに書かれていたので、彼らは瞬く間に噂の的になったのである。
あの人たち、お嫁さんの悪口ばかり言ってたくせに給料を払ってなかったんだって。マナちゃん、お嫁さんに子供を押し付けて遊び歩いてたとか、ひどい母親だよ。もうあの店に行くのはやめよう。狭い田舎町なので悪評はあっという間に広がり、雑貨店の買い物客の足はすっかり遠のいた。店は閉める羽目になった上、噂がマナや和樹の会社にまで伝わり、二人は追われるように退職したのだ。和樹、そして浮気相手は慰謝料の支払いに素直に応じた。しかし劇団を辞めたマナは、監督に誘われた、私は悪くないと言い張り、慰謝料の支払いを拒んだそうだ。半年がかりで弁護士に説得され、支払いに応じたと聞いている。和樹とマナは噂の届いていない隣町で仕事を見つけ、義母の作った借金を返しているそうだ。それだけでは足りず、義父と義母もスーパーのレジ打ちを始めたのだとか。二人は年下の上司に毎日叱られ、小さくなって仕事をしているという。あれほど仲が良かった義家族だが、義母が作った借金、そして一人の愛人を親子で共有していた事実に打ちのめされ、今では些細なことで喧嘩ばかりしているそうだ。母は成果を私に譲ってくれたが、あまりの豪邸だったので落ち着かず、結局私は都内の 2LDK のマンションに引っ越した。また母は仕事をするためアメリカに戻ったのである。綾子もアメリカに来ればいいのに、一緒に住みましょうよ。私は英語が苦手だし、お母さん昼夜逆転の生活でしょ。またすれ違いになるよ。母の申し出を断った私は、小さな会社の事務員として働き出した。自由がなく給料をもらえず、家政婦みたいに顎で使われる日々から解放され、毎日のびのびと暮らせるようになった。義実家とは金輪際関わることはないだろう。残りの人生は一生懸命働き、ささやかな幸せを大切にして、自分の好きなように生きようと考えている。